皆さんこんにちは、アレリアの大塚です。前回はラクドスバーンということでソーサリアインスタントがメインでしたが、今回はクリーチャーが大活躍します。今回使うデッキは名付けてコピーポット。キーカードは史跡議長バニファール。このカードで、優秀な戦場に出た時の能力を持っているクリーチャーを出してはさくり、出してはさくり、そういう風に繰り返していってアドバンテージを取っていく。さらに戦場に出た時の能力を持ったクリーチャーを模写などで増やすことによってさらにアドバンテージを取っていく。そのデッキを今回は紹介したいと思います。ちなみにキーカードのバニファールは、通称出産のカラー生物と呼ばれています。出産のカラーといえば、モダンでも禁止になっている超強力なアーティファクト、禁止カードにもなっている出産のカラーを内蔵したクリーチャー。今回はそのカードをスタンダードでも暴れさせたいと思います。それでは行ってみましょう。では対戦よろしくお願いします。というわけで初手はバニファールもいるし2ターン目から動けるのでキープします。まずはマナクリーチャーバイオドルイド。早速バニファール出していきましょう。とりあえずここは財力ある船乗りを出して、このデッキある4マナ池は、助長能力持ちクリーチャーのみなんで、ここはアタックだけで。さあこのターン5マナ出るので正耐性なんで、どんどんアタックしていきましょう。じゃあエンドにプラス1カウンター乗って、わっバニファールもなぜかうずついてる。ここ最古最短の池には、船乗りで、これもしかして生態性南米に模写ったら気持ちいいんじゃね。コピーしてバニファールも起動。バイオドルイドを池に下げて、3マナ駅クリーチャーにはこいつがいるんですね。生態性なんでをコピーして3体目の生態性なんで全員ウーズ。でかいな。ここで進む儀式僕は死んじゃいますけど、ここで本体は残ります。ウーズたちでアタックして22点。2戦目もやっていきましょう。バニファールもいるし、生贄用の、船乗りもいるのでキープします。あ、アグロだ。バニファール間に合うかな。これアダントの選定はきつい。ここはまあちょっとまだ動けない。並べていきます。ここでレオリンの先兵が2になって5点。答えられたな。よし、とりあえず3ターン目はやっと出せる。
船乗り一番が頼もしいですね、ここは。とりあえずブロックして時間稼ぎをしたいところですが、停止、ここはちょっとやばいな。とりあえずここを1体止めて、さあ次のターン、ここで満を持してバニファール出します。能力も不要な上に24でタフネス高いのもいいですよね。はい、飛行は通ってあと7点、よしこっから巻き返すぞ。バニファールで船出をサクって、4マナクリーチャーにはチパカブラが、除去してラノエルと、はい、テクトの共造で、チパカブラをコピーしてもう一体除去。相手は除去耐性破壊不能か。まあではね、ここはね、頭数を減らしていきたいですね。ここ模写で、さらにチュパカブラをコピーして1体除去、さらに再活ついてるんで、もう1回コピー、さらにチュパカブラ増やして、さらに除去、さあやっと攻める番が来ました。そして4マナクリーチャーやるということは、ここで、そう、満を持しての生態性なんでですね、最近まくってきました。さて、お相手はアンドセットして、投了ですね。バニファールからうまくつなげて逆転できました。さあ、いかがでしたでしょうか。コピーポットデッキリストはこちらになります。こちらのクリーチャーの質をどんどん良くして盤面を掌握していくデッキになります。生態性なんでをコピーしてウーズ軍団を一気に作るっていうギミックもあります。まあ、バニファールもね、エルフウーズウィザードですからね。一気に盤面を強化してアタックってね、やっぱり爽快感があります。概要欄にですね、デッキリストのリンクも貼ってあるので、ぜひ組んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。